ホルミズド4世はサーサーアンアサの王。彼はホセロー1世の息子であり後継者である。ホルミズド4世はシャーナーメにおいてトルクザードと呼ばれており、複数の資料において彼の母親が特決のハーンの娘であるとされている。しかしエンサイクロペディアイラニカでは時系列的な矛盾からこれは事実とは考えがたいとしている。 ホルミズド四世が有能な指導者であることを自ら示していたことをホスロー一世が承知していたため彼はホルミズド四世を後継者に定めた。ホルミズド四世は579年に王位についた。彼は高慢で荒々しい性格であったようであるが、慈愛の心を持ち合わせていなかったわけではなかった。彼についていくつか非常に独特な物語が アルタバリーによって伝えられている。ホルミズド4世は、父親の名声を凌駕しようと、庶民を保護し、軍隊と宮廷に厳しい規律を導入した。彼は、貧民や農民に対する福祉に熱心であったと、描写されている。ホルミズド4世は、父親の時代の宮廷有力者の排除を試み、多数の貴族を投獄し殺害した。ミフラン家のイソドグシャスプを手始めに、 スパーフベドノバハラーム、アイミリアンペアアワーアダール、カーレーン家のボソゲーメルとその弟シマ、アイバージン、アスーアフパド家のシャープールらも同様であった。シャープールは、ビスタムとビンデュイーの父親である。またイソドグシャスプやボソゲーメルは、ホスロ一世時代に最相を務めた人物である。また、ゾロアスター教の神官たちが、キリスト教の弾圧を要求したとき、彼は、 両方の宗教から共に支持を得て、初めて多いと政府が安定するとして、これを拒否した。この結果として、ホルミズド4世は、ゾロアスター教の神官の強い反感を買って対立し、数多くの処刑と資産没収を実行した。アルタバリーによれば、ホルミズド4世はこれらの弾圧を通じて13,600人の貴族と宗教関係者に死を賜ったとされる。 580年にイベリアのバキュリアス3が死んだ時、ホルミズド4世は迅速に機械を捉えて、イベリアの君主をサーサーアン・アサの総督に置き換えた。これは、イベリアの現地支配者たちが、サーサーン朝の大きな苦労の種となってきたためである。ホルミズド4世は、父親からビザンツ帝国との継続中の戦争、及びトゥルク人との東方での戦争を引き継いだ。 テベリウス2世との間で平和交渉が始められたばかりだったが、ホルミズド4世は父親の征服の成果を一部でも譲り渡すことを傲慢に拒否した。それゆえに、この交渉についての詳細を記録している、ビザンツ帝国の著作家、テオフィラクトス・シモカテス、メナンダー・プロテクター、そしてエフェソスのヨハネスらは彼に対して好意的ではない。 古代末期のローマとペルシアの境界地図。ホルミズド4世に教訓を垂れることを決定したローマの将軍、マウリキウスは境界を越えてクルディスタンに侵入した。翌年、メディアと南部メソポタミアに侵攻することを計画したが、ガッサーン・朝の OAL ムーンドヒア3世が裏切り、ティベリウス2世の計画をホルミズド4世に伝えたとされている。マウリキウスは、 迅速に撤退しなければならなくなったが、ローマ領への撤退の途中で、ペルシアの将軍、アダルマハンを戦闘に引き込み打ち破った。582年、ペルシアの将軍、タンコスーラウは、ペルシアとローマの国境を越え、コンスタンティアを攻撃したが、敗北して殺害された。しかし、ローマ皇帝ティベリウス2世の健康状態の悪化によってマウリキウスは、 コンスタンティノープルに急いで戻らなければならなくなった。一方で前線を引き継いだ、ジョン・ミステイ君は、ニンホイアスとティグリス川の合流地点で、ペルシア軍を攻撃したが敗れ、撤退を余儀なくされた。さらに別の戦闘でも敗北したことで、彼は、フィリピコスに交代させられた。フィリピコスは584年と585年に、ペルシア領の奥深くに侵攻した。 ペルシア軍は585年にモノカルティウムとマルティロポリスを攻撃して報復した。フィリピコスはソラコンの戦いでペルシア軍に大いに打ち破り、586年にはクローマリンの要塞を包囲した。この包囲が不守備に終わった後、フィリピコスは交代し、アミラに展開した。しかし、間もなく587年には彼は将軍大ヘラクレオスの命令を放棄した。 588年、ローマ軍の反乱が発生し、これに乗じて、ペルシア軍は再び、コンスタンティアを攻撃したが撃退された。ローマ軍はエルザニンへの攻撃で報復を行ったが、成功しなかった。しかし、マルティロポリスで行われた、別の戦いで、ペルシア軍の別の攻撃を撃退した。589年、ペルシア軍は、マルティロポリスを攻撃し、二度にわたって、 フィリピコスを打ち破った後、これを占領した。フィリピコスは解任され、シサウラノンでペルシア軍を破ったコメンティオルスに交代した。ローマ軍はマルティロポリスで包囲されていたが、その最中にもたらされた突決の侵入の知らせがペルシアを駆け巡った。588年、サーサーアンアサは混乱の中にあった。アラブ人が西方の属州で略奪を始め、 ハザール寺に北部の属州を奪われており、特決とエフタルの残党がバルフを占領してペルシアの中核地帯を犯していた。この時ミランジタットのコナスターは自分の父親の知識が王の役に立つだろうとホルミズド四世に語った。これを受けてホルミズド四世はミランジタットを呼び出した。フェルド・スイーによればミランジタットはホルミズド四世に 先生術師がバフラーム長瓶がイランの救世主となることを予言したことを語った。そして彼はバフラーム長瓶を宮廷に召喚するべきであると主張した。高齢だったミランジタットはその後すぐ死亡したと言われている。ホルミズドはこの助言を実行しバフラーム長瓶を呼び寄せた。バフラーム長瓶が実際にホルミズド四世の宮廷で権力を確立していったことは 疑いない。下カテスによれば、バフラーム長瓶は、ホルミズド4世の王朝のロノデリグブドになっている。この地位に、どのような権力があったのか正確にはわからないが、サーサーアン朝の後期において、極めて重要な地位であったことは、間違いない。バフラーム長瓶は、東方のサーサーアン朝軍の最高司令官に、任命され派遣された。彼は12000機の騎兵を率いて、 バルフを制圧し、エフタルが勢力を持っていた、現在のアフガニスタン地方も征服した。さらにオクサス川を渡り、突決のハーンを殺害し最終的に、ブハラ近郊のリュインディズという要塞まで進軍した。そのすぐ後には、バフラーム長瓶は、ハザール人と戦うために、北部の前線に送られ、彼がこれの撃退に成功したために、北部の脅威は消滅した。 彼は続いて、北部の前線で、ローマと戦うために派遣され、迅速に勝利を収めて、スバネティを襲撃したのみならず、カフカス・アルバニアに対するカフカス・イベリアとローマの攻撃を撃退したが、その後アラスガーの戦いで、ローマの将軍ロマヌスに敗れた。ホルミズド・四世は、バフラーム長瓶の名声の高まりを妬み、彼の面目を潰し、サーサーアン・アサの感触から彼を外した。 ホルミズド4世は、さらに彼を恥ずかしめるため、女性用の衣服一式を送った。これに対し、バフラーム長瓶は極めて攻撃的な手紙を送って、返した。怒り狂うホルミズド4世は、バフラーム長瓶を捕獲するために、ペルシア兵を派遣したが、彼らは、バフラーム長瓶側に寝返った。バフラーム長瓶は、大軍と共に、取得クテシフォンへと進軍した。 バフラーム長瓶の反乱について知らされた後、ホルミズド四世は、ビスタムやビンドゥイそして他の貴族らを共に脇に追いやって、対抗処置を組織しようとしたが、セベオスによれば、彼の息子ホスロウ二世によって挫折した。ホルミズド四世は、ビンドゥイや他の多くの貴族を投獄することで対抗したが、明らかに、ビスタムは、逃亡に成功した。 ビスタムとビンデュイラ兄弟はすぐ後に発生した、宮廷クーデターの首謀者であるよう思われる。このクーデターでホルミズド4世は退位させられ、目をつぶされて殺害された。そして彼の息子ホスロー2世が即位した。ありがとうございます。